高畑聖一高畑聖一3月21日昭和53年9月19日は日本の実業家日商株式会社の元会長愛媛県北郡内子町出身父宗次郎母滝瀬の長男聖家は内子町ではかなり古い家系で聖一で14代目になる五福、食料品日用雑貨まで何でも扱う小売店をやっていた いわゆる、よろずやだったが、正一が小学校に上がる頃この、よろずやを廃業し、金糸と木炉の製造業を始めた。旧制裁上中学校を経て、神戸高等商業学校を卒業。同期に、長井光太郎、井出光佐蔵、和田光介。神戸高賞在学中は、三井物産への入社を志望していたが、尊敬する水島哲也校長の推薦ということで、 鈴木商店に入社する。入社した1909年3月当時の鈴木商店は、小農、発火、麦粉、大米、砂糖などを扱っている小さな貿易商だった。1912年ロンドン支店勤務となる1914年に第一次世界大戦が勃発すると、鈴木商店の番頭、金子直吉の指示で、陶器的な買い付けを指揮する。 また本国を介さない三国間貿易を日本人として初めて手掛け、鈴木商店のビジネス拡大に大きく貢献した。1927年に鈴木商店の経営が破綻すると、1928年、高畑は台湾銀行の森広蔵討取や三菱財閥の鏡天吉などの支援を得て、長井光太郎と共に鈴木商店の子会社だった日本商業会社を、 日商株式会社と改め再出発を図り、同社を日本でも屈指の総合商社に育て上げる。1945年には日商の代表取締役会長に就任した。その間1957年には日本火災会長保険の社長に就任している。広い自宅は神戸市東灘区三影郡家にあった。また、 ロンドン時代に始めたというゴルフとの関係も深い。1912年当時絶頂期にあった大英帝国のロンドン支店に若干25歳で不妊、長くロンドン支店長として活躍した。高畑はロンドンに駐在して間もなく健康のために進められゴルフを始めたが、当時の日本には小さなゴルフ場が三四箇所あっただけで日本人ゴルファーは数えるほどしかいなかったという。 1921年の春に、摂政級殿下がご報をされた際、殿下にエキシビションマッチをご覧いただく企画を進めた。1926年に発足した、関西ゴルフユニオンの設立に関与したほか、当時公式な日本語版ルールブックが存在しなかったことから1934年には、独自に日本語に翻訳したルールブックを出版するなど、日本における、 ゴルフの普及に大きく貢献した。ゴルフクラブのヘッドカバーの考案者でもある。ありがとうございます。